月曜日は野菜の新鮮情報ベジトクです。隼人さん今日は何でしょうか。はい、今回はこちらの絹さやを使ったアレンジレシピのご紹介です。綺麗な緑ですよね、シャキッと食感が美味しいですよね、はい。今日産直一お日様一の栄養士新谷ひろ子さんに教えてもらうのはおかずにもおつまみにもぴったりな簡単レシピです。鮮やかな緑が特徴的なこの絹さや、どんな栄養があるんですか。はい、緑黄色野菜と豆の栄養を兼ね備えていて、ベータカロテンが豊富です。そしてビタミン C もたっぷり入っています。そして絹さやという名前の由来は、さやの擦れる音が絹ずれの音に似ていることからと言われています。面白いですね、はい。今回はこれで何を作りますか。はい、絹さやとハムのチーズ和え作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。まずは材料を見ていきます。2人分で用意しています。はい、絹さや、ロースハム、粉チーズ、オリーブオイル、塩、粗挽き黒胡椒。では絹さやの筋取りからいきましょう。でこちらの頭の方を取る。そしてこれでスーッと筋が取れますので、はい、で下も反対側も、はい、反対側も、はい、取れるだけ取ってください、はい。筋を取った方が食感が良くなるということですね。はい、うん、口の中に、ね、残らないので、はい、でも今の柔らかいのでそんなには残らないです、はい。ではお湯が沸きましたのでこちらにお塩を少々入れます、はい。そして先ほどの絹さやを入れて、はい、1分茹でますね、はい、短めですね、はい。火を通しすぎると食感が悪くなってビタミン C も損失されてしまいます。で短時間で加熱することがポイントです。色もすぐ変わりましたね、はい、鮮やかに鮮やかですね。はい、ザルに入れます。はい、そして、はい、そして冷水に取ります。茹で上がったらすぐ冷水がいいんですか。はい、そうですね、はい、色がね綺麗に鮮やかになります。はい、鮮やかですね。水切りをしときますね。はい、ロースハムを切りましょう。細切りです。大きさは食べやすいくらいで大丈夫ですかね。そうですね、はい、細切り、よいしょ、くっついているので剥がして、はい、剥がして中に入れましょう、はい。そしたら絹さやをこちらの方に入れます。粉チーズ、はい、でオリーブオイル、オリーブオイルが入ります、はい。お塩と、はい、粗挽き黒胡椒、はい、はい。味付けはシンプルですね。そうですね、はい、全体を混ぜる感じで、はい、色合いが可愛らしいですね、はい、そうですね、ピンクと黄緑で。では盛り付けて完成です。美味、はい、しそう、はい。ではいただきます。うん、うん、おいしい。絹さやのシャキッと食感がしっかり残ってる、うん。これハムや粉チーズ使ってるからお子さんも食べやすい味ですし、万人受けレシピですね。絹さやが持つ栄養で免疫力アップが期待できると言われています。ぜひ作ってみてください。絹さやの下処理は電子レンジの加熱でも大丈夫なので、はい、時短したい場合はそちらもお試しください。そうなんですね、結構いい音が出ましたね、はい、シャキシャキでした、はい、ぜひ甘さの詰まった今おすすめです。